嫁さんの嫁さんの嫁さんの嫁たん嫁たんって何が聞きたいの？嫁ちゃんの何が聞きたいの？別に 何でも答えられる限りは答えますよ。皆さんがそれであれなのならこれからの人生で幸せになれるのならちょ元カノそうそういやのろけるっていう AB 型血液型はのろけるっていうほどのことがほんまにない。そのだってデートとかもしてないから特に何もほんま特に何もないで一緒にゲームなんかせえへんよ。なんかもうほんまにめっちゃ前やで一回だけなんかスマブラみたいなんしようか言うてなんか俺がスマブラかなんかを してんのを見たんかしてさスマブラがしたいって言ったことがあってん一回別にその付き合ってるとかでもなく別にしたらいいそてか俺より前田君の方が詳しいよスマブラに関してはでじゃあしたらいいやんって言ってで一緒にやろうやろうって言ってでなんかカービィを使うのやなんでか知らんけどとにかくカービィを使うのよカービィじゃない方がいいと思うけどなって言いながらカービィをやんねんけどカービィを使うのほんだもうなカービィのその上にふか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 って浮いて石になるっていうのを覚えたんよ一回最初にそれなんか上で空中でなんか下とボタンを押したら石になってバーンって落ちてくるでってそれほんでなその強いわって言うて言うたらもうそれしかせへんからその俺もほんでそれを こんな食らわなあかんやんそう俺も食らわへんわけその分かってそれしかせえへんねんから空中に浮いてプカプカしてドンってしかせえへんねんからそれを食らわなあかん俺っていうそれやりにくさはあったなもう2日かなんかやでやらになったなもう2日っていうか2回やなその別に2日一緒にいるわけじゃないから2回なんかたまにやってもうやらになったなと言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の一日、お疲れ様でした。